大梅大祭は、毎年5月2日から5月3日にかけて、東京都大梅市で行われる祭りのこと。住吉神社大梅大祭、大梅祭り、住吉祭礼などとも呼ばれる。大梅市では、最大規模の祭り。大梅大祭の出し住吉神社住吉神社は1369年に、延命寺の創建にあたり、寺瀬の東海山に、 住吉大社の神を誕生したことが始まりとなった。1513年には拝殿を改修し、完成を祝ってう子であった五長が祭礼を行ったのが大梅大祭の起源とされている。出しが引かれるようになったのは1872年に、なる1971年までは旧暦の3月28日に行われていた。翌年以降は、 5月2日に、住吉神社で神事を行い、この日と翌3日の両日に、出しが惹かれるようになった。中止になったのは、明治天皇の崩御や太平洋戦争の時期、2011年の東日本大震災による開催自粛、2020年2021年の新型コロナウイルスの影響によるものであった。5月3日には、 大梅駅前の広範囲の道路を通行止めにして、計12の出しが引かれる。前日の5月2日には、勝沼交差点から、文化交流センター前交差点まで午後より、交通規制が行われる。また、街道の両側には、多くの露店が立ち並び、大勢の人で賑わう。出汁に乗る林は、大太鼓一人、小太鼓二人。 宮岡ずと、金一人の五人林で、踊り手が1.2人加わる。出し同士、または、出しが練り歩く途中に、林がいる場所で鉢合わせになると、競り合いが行われる。おのおのの出しには、手こまい役の厚化粧の少年少女が3から10名ほど、出る。手こまい以外の少年少女は化粧しない。また例年、多摩ケーブルネットワークで中継される。出しは、 戦術のように、経営十二の町の林連たちによって引かれる。元来の西礼町は、澄江町、本町、中町、上町、森下町の五町で、この五町から、出しが出た。戦後、これに、近隣の町である滝の上町、大柳町、天ヶ瀬町、浦宿町が加わり、さらに後には、勝沼町、西文町、日向和田の出しが加わった。 出汁人形は、惹かれる出汁の上部に置かれていたもので、1911年に、電線が付設されたため3層の出汁を、現在のような屋台型に改造し、その後は、各町の人形上で展示されている。そのうち、森下町の出汁人形、竹内すくねは、海面館制作のものとされ、元、神田三河町4丁目の出汁人形であり、神田祭でも惹かれていたという。 本町は、神宮皇后と、竹内宿根が御子を抱いたもので、三代目、原修月の作。1884年に、東京、神代和元町から、出汁と共に購入したものである。上町の日本穂高は、明治5年に、浅草福井町から送られたものと言われている。神宮皇后は、お歯黒をつけ引き眉しているが、生午前は、引き眉せず歯は白いままである。 昭和43年に、これらの五町の雑誌人形は、市の有形民族文化財に指定された。会場を練り歩く各町の雑誌の他にも、各地域のいはやしが、大梅大祭に参加している。また、大梅林い機会所属の団体など、夏季のいはやし団体も参加している。2019年には、以下の林鶴も参加した。住吉神社東京都梅市、 す江町神社と古事記2021年6月24日、閲覧。大梅市、広報より、第93回ふるさとの文化財住吉神社、大梅市指定史跡、から、お梅、ナビ、大梅市料館2021年6月24日、閲覧。大梅祭り、大京ホーム株式会社 HP ハット。 増語改訂大梅市市上官ピアニッシも、1034万1035ユズキ町の梅カレンも加わっている。畑中の林連。1971年7月1日に、現在の町名に変わった。大梅大祭、勝沼町の歴史、ウェイバックマシンより、大梅大祭の2017の日程は出し12期のそれぞれの特徴は明快情報ブログ。 2017年5月3日、閲覧。出汁とおはやし出汁祭り見分の a b 増造歩改定お梅市市上管 P1034、森下町の出汁人形を学び、お梅市料館 HP。2017年5月4日、お梅大祭出汁といはやし紹介2017、お梅祭実行委員会 HP。ありがとうございます。